こんばんは、ジンです。クリスマスイブぶりだけど、記録の類はツイッターばっかりでやってたから、でもこっちでお礼を言った方がいいわと思って、クリスマスにね、次々と、ほんと次々よ、視聴者さんからプレゼントが届いて、すごくびっくりしたし、あと、今ずっと私が出てるから、どうしたらいいんだろうとか、思って、だけど、でも多分それは視聴者さん、プレゼントを送ってくれるような視聴者さん、そんなのは分かっててだと思うから、私が勝手にだけど、プレゼントと一緒に応援の気持ちを送ってくれたんだと思っててね。だから本当にありがとうございますっていうのを動画でこっちで言いたかったのよ。本当にありがとう。で、こっからは普通に記録みたいな話なんだけど、この状況になって、で、私がこうやって動画で記録するっていうのとかいろいろ悩んでたというか、なんか、メソメソはしてたけど、とりあえず今は多分、元に戻るまでは、こんな感じで、たまに記録として動画を撮ることもあるぐらいになると思うっていうか、そうしようと思ってる。毎日は私の気持ち的に多分良くないと思うから、ほんと気が向いた時、で、元に戻った時に、作業班の子たちとか、がっかりさせるの不安だなっていうのも、起こるんじゃないかとかね、あるけど、もしそうなったら、この動画全部消してくれていいし、私がへこんでるのを面白がってネタにしてくれてもいいわっていう感じかな。動画を公開せずに非公開のままで残すとかっていうのも考えたんだけど、最初はもうなんか動画は公開するものだって思ってたからそんな発想なかったんだけど、さっきも言ったけど、その視聴者さんが応援してくれる、応援っていうか一緒に待ってくれてるって
感じて、私が勝手にすごく心強く思ってるのね。で、作業班の子たちの動画とか、アキトの配信とか求めてる人は、こういうの求めてないなとは思うんだけど、っていうか、YouTube の、管理画面とか開くと、すごいわかりやすく、こうじゃないんだなっていうのを感じるから、でも、あれよね、多分、秋とだったら、知ったこっちゃねっていうのよね。この状況になるちょっと前に5000人行ったって話だったじゃない。で、まだその5000人が今5300人くらいで、その管理画面的に明らかにこう下がり調子ってなってるのはなってるけど、でもまだその5000人がいてくれてるって考えたら、なんかすごいわよね。どう言ったらいいんだろう。私5000人以上の人と一緒に元に戻るの待ってるって思って。で、その、管理画面で下がり調子ってなるのだって、今まで作業班の子たちとかこっちでずっと頑張ってて、こう伸び続けてたからじゃない、下るのって。その子たちがいなくて困ってはいるけど、その子たちのおかげで私今5000人以上の人と一緒に待てるって、アキトがいつも伸びしろしかないって言ってたけど、本当そうだと思うわ。だからもし私が勝手にいろいろしちゃったのとか、まあ怒られたり悲しまれたとしても、私は逆にあの子たちは元に戻ればいくらでも巻き返しそうだなっていうか、もう絶対巻き返すんだわとも思うのよ。だから私はその管理画面とかのなんか下がってるみたいなのは気にしないようにしようと、気にはなるけどね、気にしても私にはどうしようもできないから、気にしないようにはするつもり。
私一応いつも喋ることを先に書いておいてるから、ちょっと前が見えないんだけど、難しいよね。アキトみたいに何にも用意なくアドリブで喋り続けるのは私にはちょっと無理だと思う。だからちょっとカンペ見ながらでごめんね。で、なんだっけ、そう、もう1ヶ月以上、今日34日目で、相変わらず寂しい気持ちが強いのと、あと寒いから雪も降ったし、体調の波が結構こたえたりするかな。彼氏とか主治医とは、しっかり相談するようにしようと思ってるし、あと私ももうちょっと体調のこととか気を使って、気を使うっていうか、もう ゼロから考えるっていう感じだけど、そうしようとは思ってるわ。多分、千代子はわかんないけど、アキトとか範囲ね、だったら、私の今の状況見たら、あれこれ、なんか、ああしてこうしてって気づくと思うのよね。私が今までこっち興味なくて、そういうの全然知らないっていうか、本当興味がなかったから、ゼロから考えるしかないかな。ツイッターの方とかでね、なんか、やばい時、私が勝手に端くれって言ってるけど、その統合したけど安定しないみたいなのは、少し落ち着いたような気もするけど、でもやっぱりまだ日によってまちまちな気がするわね。今日は割といい方に振ってるって感じ。いい方に振ってるから、さっき今年あと3日ってニュース見て、私年末年始のこととか何もわかんないけどいいのかしらって思ったりしたんだけど、そんな感じでこの状況のままっていうのを前提で先のこと考えれる時もあれば、年内にお嬢さんに会えないならもう生きていけないわみたいな
方に降ってる時もあるわね。会いたいのはずっと会いたいんだけど。なんとなくそのフレハワーが落ち着いてきたような気もするけど、そういう気がするのが今こっちに降ってるからかなっていう気もする。よくわからない。一応今回はそんな感じです。皆さん、ありがとうございます。良いお年を。